<laughs> はい、ええー、それでは大和哲也選手の、えー、公開練習、インタビューをさせていただきます。よろしくお願いします。お願いします。えー、まずは今日、公開練習の内容自体、どのような意図、目的で、はいえー、していただけたんでしょうか。そうですね。えっ、ー、と、まあ、あいうものを使うことによって、こう心を沈めた。 状態から動くとリラックスをすることで最大限の力を発揮するというまあ稽古の一環でもあってあとああいうふうにこう物を切るっていうことがですね木刀なんですけど心を静めてしっかりと一つに使って振ることでああいう新聞紙もこうきれいに破ることができるとにもあってですねまたこう切ることに対してこう雑念を捨ててですね 思いを切ると思い切ってああの新聞を切るっていう集中する稽古を今日はお見,お見せしました。まあその雑念だったり集中が足りないとあの新聞紙もあのような綺麗には切れないということになるんでしょうかそうですねどうやって切ろうかなとかそういう雑念が入っちゃうと途中で剣がうまく進まなかったりするんですけどもうそこはもうスタートからゴールまでしっかりと思い切って切るっていうのがあのそういう稽古になります。まああの まあ、ふ普段から毎回とは言わないとは思うんですけどこのようなその集中法っていうのはもう、えー、取り入れてやっていらっしゃるんでしょうかそうですねそれこそねあの相手がいない時はただこう剣を構えてあの構えるだけでもこう心を鎮める稽古,稽古にもなったりするんで、まあ、やったりもしてますしなんかまあ今はねこうやって合気道もやったりしてあのもうそういう剣の稽古とかもしているんですけど、まあ、ルーツが。 あるからか分からら分ないけど実は自のの母方の先祖にですね島根県の今はもう跡地しかないんですけど赤,赤穴って書いて赤梨城っていう城のお殿様がいるらしく僕の家系にはなんかそういったルーツもあってなのかこういう剣とかあの、まあ、長い棒情報を使った稽古とかもすごい自分は好きでなんかこう物を使うことで自分の心の状態をまた再確認できるというか、まあ、そういう稽古も取り入れてやってます。まあ、そういうい えー、と取り入れそういう内容の練習を取り入れることで現状、タイトルマッチに向けてやはり集中力というのは高ままっている実感はありすすかそうですねあの練習もすごくいい感じでできているんで、あので、ー、集中したトレーニングもできるんですけどやっぱり、ね、そういうい激しいトレーニングもある中でこういうふういふにこう反対の、ね、心を沈めるという稽古もあの必要だと思うので、まあ、両輪をしっかりと高めている感じです。 まあ、その練習環境という部分でお話しいただきたくて、はい、えっと、まあ、大和事務の会長。があ、え退されて。はい、で、えー、やはり、大きな変化の一つだと思うんですけど。その後の練習会挙、環境やったり、えー、内容っていう部分で。変化っていう部分を教えていただければと思います。そうですね。今、あの。まあ、森永会長が引退されて、引退されてから、あの、今はボクシングジムに。 で稽古に行ったりとかです、ね、してましてあんまり自分で稽古とか行くタイプじゃなかったんですけど今はあの、まあ、パンチの技術を学びにボクシング技術に行ったり、まあ、自分のジムでもあの仲間はみんなもね日本チャンピオンクラスの選手が多いのであの実践練練習習もいい練習できてると思ってます実際そのボクシングジムの出稽古で、まあ、言える範囲もあると思うんですけどあの新たな発見あこんなことがあったんだみたいなものっていうのはあったりするんでしょう いや,そうですね、やっぱりあのその道のプロに聞くのが一番早いんだなということを改めて痛感しましまたね、うんまあ、僕らも、ね、キックボクシングやってきてパンチ、キックやってるんですけどやっぱりパンチのスペシャリストから学ぶパンチというものはあ全然違うんだなと本当に改めて痛感しますしあのボクシング習い始めたからよりあのプロボクサーの方がすごいなと思うようになりました、まあ、あのキャリア的には大和選手はそのベテランの部類に入って、はい。 えー、来ていると思うんですが、まあ、その中でもやはりそういう部分でまだまだ伸びしろというものはご自身感じられていますかそうなんですよこれあのこの間も話したんですけどいわゆるそのコンフォートゾーンってあるじゃないですか自分がこう一、ね、安心してやれる範囲内というか僕は森永会長がまだ指導されていた頃は森永会長という。 枠の中に僕はもうどっっぷり使っている状態で会長のもとにいたら強くなれるっていう,こう自らの思いがどうのっていうよりもそのもですねでもこう森永会長が引退されたことによってこれからまだ自分は結果を出したいしどうしたら成長できるんだろうっていう考えた時にそういうボクシングジムに行ったりとかまあいろんなねトレーニングも変わったりとかしてきてまあ,ある意味そういうふうに会長が引退されたことによって自分の,その成長を何か止めていた。 ゾーンを抜けたのかなと思うと。とまあ、それがやっぱり大きなきっかけだったのかなと思いますし。しかといってもやっぱり僕は森内会長から教わってきた。自分の矢も徹夜のスタイルがあるので、そこに肉付けをして今新たな自分を作っているっていう状態ではありますね。ま、そういう意味でいうと、前回の大野選手との試合っていうのは、その大和選手の新たな部分っていうのをあの発揮できたかと思われるんですが、その点ご自身ではどのように捉えていの？てる そうですね、ここ数試合はすごく考えすぎて試合している部分がすごくあったなと思っていて前回の試合はすごくあの体が楽に動いたというかあの、まあ、気が付いたら本当に相手が倒れているという調子がいいとの状態が出たと思うので、うん、まあそういった部分では前回の試合は本当に、うん、過去の自分 過去の自分というか良かった時の自分の感覚を少し思い出した感覚があってあの試合はすごい良かったなと本当に思ってます動きはどうのっていうよりも結果がどうのっていうのもその感覚を思い出した時がすごく思い出して良かったなっていう思いがありますねあの感覚以外に具体的にそのパンチの部分のあの技術だったり切れっていう部分に関してご自身で振り返っていただいて何か感覚手応えというのはありましたかまあそれがね今日の先ほどの 県でこう新聞を切るのにつながるんですけどもうそのままやっぱり思い切って打ててたあの思いっきり打ち込めてたっていうのはでかいと思うのでだからそういう思い切るっていうのにつながる稽古でもさっきのはあってうんだからそうういいのもつながってるなと思いますねでは、えー、改めて今回の試合に関してお話を伺っていきますが何よりも今回タイトルマッチが決まったという部分での心境を改めて教えてください。 でも自分としてはもういき,いきなりですかと思ったんですけどあのまあでもねあのこうやって舞い込んできた巡り込んできたチャンスなので、まあ、自分としては、ね、2年4ヶ月ぐらい負けてて前回復活してこれタイトルを待つっていうのもなんか周りの選手からしてもえっ、ー、と思う部分もあるかもしれないしファンの方からしてもえっ、ー、と思うところもあるかもしれないけどでもやっぱり、ね、12年ぶりの代々木第一体育館でこういった会場で現チャンピオンに。 休憩、まあ、王者の僕が挑むというのは、香、ま、ぎ、あ、にはやっぱり、絵になる試合になると思いますし、うん、なので、まあ、ここで来たチャンスを僕は自分をしっかりものにしたいので、本当に人生かけて、日に日に一日一日をかみしめながら、あの生活していますまあ今、えー、ちょうど行っていただきましたが、その代々木第一という会場、えー、やはり11年前の部分と重ねて、やっぱり思い入れっていうところは大きいですか。そうですね 一回り立つわけですからね、あれから12年。何、うんねねうん、とも言えないあとは何と言っても対戦相手、はい、山崎秀明選手というのは同世代でしかも同時代を生きてきたファイターだと思うんですが、はい、その点、山崎選手のへの思いという部分も教えていただければと思いますすそうですね、まあ、選手としてもすごく尊敬している選手ですし、まあ、人としてもすごく僕はあの好きな。 熱い人間なタイプだと思っているので、まあ、本当にリスペクトした上でしっかりと敬意を払って全力で倒しに行きたいなと勝利に行きたいなと思っていますまああの会見では中村プロデューサーが隣で涙を流されていましたが大和さんとしてもやはりこの試合に対してそういう熱い思い特別な思いというものはありますすね、うん、そうですもう会見の時からもありましたけどで中村プロデューサーの,の涙を見てより 本当に感慨深いというかこう山崎選手と対戦するタイミングというかきっかけは前にもあったかもしれないけどでもこういうふうにタイトルマッチとしてチャンピオンである山崎選手に挑む挑戦する戦うってことが自分としてはすごく何て言うか思い入れが強いというかあの試合になるなと思いま 持っていますし自分自身も初めてなんですけどいつも試合前日とかはね敬量終わって栄養も取ってね水分も取ってしっかり元気になって明日楽しみだなってワクワクする感覚になることが多いんですけど今はもうあと3週間か3週間ですけどもう今すでにすごく楽しみです試合がまだまだ成長できてる自分をかみしめれているのですごく試合が楽しみです。 あとなんといっても、やっぱりこの K−1、新生 K−1 のベルトという部分への思いを聞かせていただきたいんですが、はい、その点、改めてて教えてください、はい、そうですねあの自分はこの新生 K−1 のチャンピオンになるために、この K−1 に来たので、2017年か2016年に参戦を決めて、17人参戦表明してです、ね、来たんで、まあ、回り道はありましたし、まあ、悔しい思いもしてきましたけど。 でもこういうふうにこのタイミングでベルトに挑戦できるというのはすごく縁とタイミングを感じますしあのやっときた3度目のチャンスなのでもう本当に3度目の正直じゃないですけどしっかりとものにしてベルトを巻きますまあ今おっしゃられましたがあのご自身の格闘家人生で同じベルトに3度挑むという経験はあったんでしょうかないですね、<laughs> ないです WBC 無敵イの世界大統領でも2回目で僕はリベンジしてるんで。 あの当時のチャンピオンに、うん、初めてだし、まあ、取れなかったことが2回続いてよりベルトに対する思いも強くなった部分もありますしなあまなあまあ何て言うかどっちにしろ僕はこのベルトを,ベルトを取りに来てるんで k 1になのでゴールを変えてなかったのでどんなにこう負けても回り道しても目標ゴールは変えてなかったのでまた再びこのベルトを挑戦のチャンスを得たのかなと思ってます。 まあ今、お話を聞いても一つのテーマではなく本当にいろいろなテーマが重なった今回の試合だと思うんですが、まあ、そんな試合で山田選手はどのような試合を見せてくれるのかというところを改めてて教えいいただければと思いますすそうですね、まあ、最高の試合が見せれると思いますし山崎選手と僕にしかできない試合がで見せれると思うので本当にまあ、ね、あの山崎選手も何ていうか 色気のある選手というか、まあ、入場からのすごくいい雰囲気持ってる選手だと思うし、まあ、僕もねあの入場は結構みんながいいって言われたりするんでファンの人にもでまあでこの試合のあおり位から入場からこの軽バンケースベスト5を一日楽しんでいただいて最後の最後で僕らの最後の試合を見ていただいてバンをかみしめてもらえたら嬉しいなと思います。 それでは最後になりますが、はい、こちらカメラに向かってファンの皆さんへのメッセージをいただければと思いますお願いしますはい、えー、ケースベストファイブ4月3日最高の状態でチャンピオンに挑ります、えー、どっちが倒れてもおかしくない試合になると思うので最初から最後まであの目を離さずに僕らの戦いを見届けてくださいよろしくお願いします